どうもマルベリーです。星のドラゴンクエスト実況をやっていきましょう。さあ本日2015年12月19日土曜日でございますが、ジャンプフェスタ、2016でですね、超ギガレアステージということで、星のドラゴンクエスト最新情報発表がありました。そちらのまとめ動画となります。イエーイ、効果は入るのかなはい、ということですが、まあ、早速内容を見ていきましょう。まずいろいろ出ていたというか、この動画で紹介させていただくのは、まあ、注目ポイントだけなので、その他、ここに載ってない情報もね一部あると思うんですが、まあ、例えばもう現在開催され18時から開催されているあの指導イベントが追加になったよとかね、まあ、そこら辺はね、まあ、星ドラプレイヤーさんの方であればもう説明不要でしょうと、まあ、というかねこの動画の内容自体ねもう見たよって感じかもしれませんが、重要なとこだけまとめポイントと私の、なんだろう思ってるところということで、まずはクリスマス限定イベント情報でございます。現在すで、にあのサンタがねマップ上に現れて、そこからクリスマスプレゼントもらえるっていう、イベントは実施されているんですが、さらに12月21日14時から、12月28日まで、サンタ様がやってきたクリスマスイベント、まあ、ワンチャンですね、私的にはモンスター軍団イベントのスライムゴーレムイベと同じようなくくりのものが来るのかなと思っていたら、まあ、クリスマスイベントという形で、来るみたいですね。で右側に期間中イベントクエストに限定ダンジョンが出現してイベント限定報酬を入手できるぞということで、モンスターがクリスマスバージョンで出現と、ボスがサンタ様って書いてますけど、これドラクエ知ってる人はみんなわかるよね、神様だよね、あの神様って感じですけど、まあそれは置いといて、その下にイベント限定装備やスタンプを入手できるぞということなんですけど、トナカイ装備とね、あとクリスマスサンタ装備みたいなのと、あと各種武器みたいなの出てますが、ワンチャン素材なのかななんていうのも思ってるんですけど、違うかな。まあというのもですね、図鑑を見るとですね、図鑑の、道具かな、道具のところのスロットを、あ、道具じゃない、素材か、素材のところのスロットを見るとですね、イベント素材が、スライムとかゴーレムの時着てたような形で枠が増えてるんですよね、同じような個数分。まあ、だからワンチャン素材なのかなと思ってましたけど、違うかもしれないし、何なのか分かりませんが、まあ、雪だるまアックス雪だるまアックスっていうのか分かんないけど、雪だるま付きの斧がね右下に出てますけど、その他、コンボ、あと探検、無知みたいなのも武器も来るみたいですね。楽しみなイベントでございます。なので12月21日、今日現在19日なので残り2日後、クリスマスイベントがやってくるので、星ドラはクリスマス一色にまた染まるんじゃないでしょうか。またってよく分かりませんが、そして次の情報で、こちらもですよ、12月の18日にアップデート 1.10 来ましたが、そのタイミングでですねメタスラー装備の復刻ガチャが始まりましたが、まあ、これの新しいねメタスラーの弓でございます。まあ、これは事前にね、星田プロデューサーの市村さんからリーク情報あったんでね、いつ来んだいつ来んだっていう感じでしたけど、18日のお知らせにですね、すでに23日からも来るよということが書かれてました。で、問題は内容ですよね。メタスラの弓のスキルスロット情報とメインスキルでございますよ。サミダレ流星群 A ランクの補助特技みたいですね。で、威力 60% で、5回攻撃で、さらにプラス 30% の素早さダウンがついているというのが、サミダレ流星群というスキルみたいですね。まあ、スキルとしては非常に強力なんでしょうが、使うところがなかなか難しいかなと。ワンチャン、スザクの弓に入れれればと思ったんですが、これ補助特技なんですよね。なんとなんと。だから、なかなか難しいかな、使い方。結構、ね、貫突しないと。どうなんでしょう、どうなんでしょうって感じかもしれませんが、まあ、わかりません。ただ、星5確定、もうこのメタスラの弓、12月23日のタイミングでもう一回リセットが入るみたいなので、次引くときも一応メタスラの、まあ、弓以外の他の装備も一式、星5確定範囲内って言ったらいいのかな。で、もう一回ガチャが。
弾けるというような感じみたいでございます。まあまあどっちにしろ星5が確定で出てくれるっていうのは本当にすごい価値のあるイベントだな、イベントというかね、ガチャだなと思います。まあこんな感じでしょうかね。まあただね、メタスラ剣の方がまだ私的にはね、私的にはメタスラの指と剣を比較するとまだ剣の方が優位性高いかなーなんて思っちゃったりして、てへてへぺろあと、まあ、今回弓が来たってことで、あの放送中、市村さんが、まあ、これはもう要望があれば弓、あ、剣弓とあればね、他もなきゃおかしいでしょみたいなことがあのお話の中に出てましたんで、まあ、ワンチャン他のメタスラ装備も実装されるんじゃないかな、されないんじゃないかなって感じでしょうか。はい、次。そしてですよ、ドラゾンクエスト3後半イベ、ゾーマを倒せイベがやってまいります。12月21日からクリスマスイベで28までやって、28の14時から、このドラゴンクエスト後半、もう 前半はね、前半終わったらすぐ後半来るもんだと思ってましたが、ちょっとワンクッションあるみたいですね、やっぱりね。歴代シリーズイベント来ており、あ、来るみたいでございます。で、今回のイベント報酬では勇者装備、戦士装備、賢者装備がさらに限定スタンプが入手可能ということで、待ってました、勇者装備ですよね。まあおそらくアリハンのなんとかとか、あのオルテガのなんとかみたいな感じで来るんじゃないかと予想はしてましたが、まあどうなんでしょうね。そんな感じで来るのかどうかちょっと分かんないですね。勇者のなんとかで来るかもしれませんね。まあまあまあ、賢者装備なかなかいい、もうドラクエファンにはたまらん感じのデザインになってますね。はい、まあまあまあ、その、装備はね、まあ、ちょっとあのラダ系、ラダトーム系みたいな感じで、アリアハンみたいな、もしくはオルテガみたいな感じで来てくれたら嬉しいなと思ったんで、ちょっとここは残念だったけども、ですよ。続きはですね、ちょっと動画になります。ちょっとここは一部抜粋させていただいたんですが、まあまあ一緒に見ていきましょう。まあまずは歩いていきます。テクテクテク、いつも歩いていきます。そしてパラララランって、はい、来ました。真っ赤な目をした、はい、いやー、ということでゾーマさん登場でございます。さあ、ボス出現という感じですが、まあ、いきなりですね、開幕、自動 HP 回復っていうのを打ってくるみたいです、 AI でね。で、毎ターン100回復します。そしてその後に漆黒の霧ですね、漆黒の霧っていうのを、まあ、初回 AI ですぐ打ってきます。で、効果的には呪文威力、さらには攻撃威力を、パーセンテージの確率で、まあ、下げるっていう感じなので、まあ、ワンチャン呪文も攻撃威力も両方下がっちゃう可能性があるっていう感じですね。で、抜群が今一瞬出てたんですが、まあ、電系が弱点属性みたいです。来ますよ、新 AI マヒャドーマヒャドーンマヒャドドドーン、はい。まあ、属性ダメージなんでね、60から70ぐらい、まあ、耐性レベルによって多少誤差はあると思うんですが、そこそこまあ痛いですね。まあ、これ怒り状態とかになってない状態だからね。で、通常攻撃今2回入ってる通り、通常攻撃は2回攻撃になってますね。さあ、この後ですね、この後来ますよ、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 もうゾーマといえばっていう攻撃が来ますね。で、5ターン目超えたあたりですか。はい、来ますね、ここ。はい、来ますね。暗黒の霧ですね、また。来たー、凍える吹雪。はい、凍える吹雪、ドーンですよ、これ。はい、凍える吹雪、100オーバーのダメージ入ってますね。吹雪系なんで、まあ、フバーハ、もしくはマジックバリアでの、なんだ、対策。は、まあ、必須なんでしょうと思うんですが、まあ、ちょっとやってみないと正直これ分かんないんですよね。というのもですね、この後に滅びの光っていうの、あ、これ今だ、今呪文耐性元に戻ったって、凍てつく波動を打ってきてるんですよ。これ滅びの光を打つ前に必ずこの凍てつく波動で呪文耐性とかを元に戻されちゃうんですよね。なんで毎ターン書き直しが必要だし、ちょっと AI についていけるか。そしてこの滅びの光、これが今回のシリーズのオリジナルみたいなんですが、なんと毎ターン HP の4分の1
ダメージを消費していくという呪いダメージが加わるそうでございます。ちょっとこれはどう対応するんだろうって感じですけどね。まあワンチャンメタルガードが、まあ、通用するのかどうかっていうのは検証必要かなっていう感じですね。でまあ耐性は電位属性に弱点属性持ってるということなので、まあ、ギガブレイクギガスラッシュ大活躍にはなると思うんですが、まあちょっと耐性がどうなるかっていうのと、まああと HP 簡単に計算すると、まあ、これ概算値なのでソースのない話なんですが、6000から7000ぐらい、とりあえず今見てもらったの超級の動画なんですが、6000から7000ぐらい超級でありそうな感じかなという印象です。でまあこれはまあこれだけでもとんでもないんですが、次は画像でございますね。はい、この画像、伝説級を超える難易度魔王級出現ということで、今の動画を見てもらったものは超級なんですが、なんとその上に伝説級もあり、その伝説級の中で、たまにドロップする魔王級に挑戦できる鍵がドロップされるみたいなんですよ。でその鍵を持っている人のみが魔王級に参加することができるという仕様のようでございます。なんとですね、もうドラクエ運営サイドさんの方でもうちょっと、まあ、ハイランカー星ドラのハイランカーがもうイベントを軽々とクリアしていくと、もうこれは悔しいと、挑戦状だというふうに放送でおっしゃっておりました。まあこれはですね、まあ、マルベリエの挑戦状だと思っております、私は。まあ、とあるハイランカーの、まあ、上位のレベルの人たちは、まあ、あっという間にクリアしてしまうと、まあ、2ターンでクリアするとまでは言ってませんでしたが、まあ、あっという間にクリアしてしまうというふうに、星野運営というか、星野プロデューサー、市村さんが言っていて、で、まあ、なんとか運営からもね、こう、なかなかクリアできない超高難易度のダンジョンを作ってやろうじゃないかっていう風にねお話しされてました。まあもうこれはマルベリーに対して挑戦状を叩きつけられてるんだなという風に思っております、私は。なのでね、この魔王級最速クリアもね目指したいと思いますよ。まあまあそんな感じが、ドラクエ3イベントでございました。そしてこれもすごい発表でございました。メインストーリークエスト追加ということで、新エリアジャングル大陸が登場。新たな大陸、未知のモンスター、まだ見ぬ人々、星を巡るクラブ、冒険は次なる展開へということで、おーみんなお待たせしました、新大陸でございますよ。で時期は2016年の、2月を予定していると。でなるべく早く実装したいよっていうふうに市村さんはおっしゃってましたね。でちょっと今画面変わって鳥が出てきてますが、新潮レティス、新潮レティスというのがこのジャングル大陸の、ボスのようでございます。まあ、だから新ストーリーの、まあ、今のところ実装される最後のボス的な感じなのかな。まあこのなんだっけ、過去シリーズだとラーミアだっけな、ラーミアとかで、ラーミアからレッティスに名前が変わってるとかっていう話もありましたが、過去シリーズでもね途中から変わったみたいですね。この子が出てくるんじゃないか、この子が出てくるらしいでございます。でも新大陸と来ればこちらの情報でしょう。新大陸が、まあ、以前からね新大陸が来るタイミングで上級職っていうのが必然の流れじゃないかという話はしていたんですが、やっぱり聞きましたね、上級職。こちらも2016年2月実装ということで、まあ、上級職の転職条件としては、一応 YouTube 上でも、予測はしていたのは、まあ、まずは職業レベル60まで上げてればなんとかなるだろうと。まあ、ワンチャンそれより低い可能性あると。まあ、ニコ生では40から60レベルが、予想値だったんですが、今回50レベル。基本的にレベルとしての制限、上限というか、条件としては50レベル以上で、指定された2つの職業レベルが50以上であることというのが1つと。でここも予想通りでしたね。上級職用の、まあ、悟りアイテム、上級職の悟りを、入手していることというのが2つ目の条件みたいですね。で悟りは同時実装のダンジョンに
て入手可能ということなんで、まあスマートに考えれば新大陸のどこか、もしくはその新大陸が実装されたとタイミングで、現在のダーマ神殿のところに追加のなんかダンジョンが来るのかちょっと分かりませんが、まあ追加上級職のね条件が公開されたということでございます。そして詳細の組み合わせでございますね。まあ予想通りバトルマスターはね、市村さんもね放送でちょろっと漏らしてましたが、ちょっと情報が出てしまってと言ってましたが、まあ、まあここは間違いなくバトルマスターは来ると。で問題は組み合わせでしたが、やっぱ戦士武道家でしたね。ここもぴったり来てましたね。戦士武道家でバトルマスターでしたね。でパラディンがちょっとこれ予想外でしたね。武道家僧侶でパラディンでございました。一応マルベリメインの職は戦士99レベル武道家60、僧侶も60にしてるので、まあ、ワンチャンパラディンも狙いたいなと思ってたんで良かったです。そして賢者が魔法使い僧侶でございまして、マルベリ賢あ魔法使いもねもう60になります。あと1レベルでなりますんで賢者もいけますね。で魔法戦士、ここが戦士と魔法使い、これもいけますね。で魔物マスター、これが今過去シリーズでは1回ぐらいしかこの職業出てきてないんじゃないかなと思われるんですけど、レンジャー船乗りで魔物マスター、そして海賊、ここも予想通りでしたね。海賊は船乗り踊り子、私この海賊に期待しております。そしてスーパースター、レンジャーと踊り子ですね。多分ですねこのレンジャー踊り子のスーパースターの組み合わせ以外は今現状ですでにもう条件クリアしている感じですね。なんで、あ違う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 、海賊もできてねえや。海賊スーパースター以外はあのサブの職業とかも含めて全部カバーできてるんですが、ちょっと踊り子のねレベルを誰も、どの、キャラクターも上げてなかったので、まあ2月までに踊り子っていうかね、まあ、全部の職をレベル60までにしようというのが、トップランカーの、まあ、最低条件の目標になってくるんじゃないでしょうか。というかねもうすでに終わってる人いると思うんでね、まあここが、上級職の組み合わせみたいでございます。そしてねこのスーパースターのね、特技を話してる時にね、まあ、驚きの、事件が起きましたね。まあ、スーパースターのねマッスルダンスとかっていうなんか職業スキルとか使えるんじゃないみたいなことを放送で言ってて、ふっふーダンスみたいなね、ふっふーダンスみたいな感じで濁しながら言ってたんですが、まあ、その濁したやつの中にこう誰かニゴ生のコメントでマルベリダンスって打った人がいたみたいで、でそのマルベリダンスっていうコメントを星空プロデューサーのイッチーさんが拾ってくれて、まあ企画動画を上げて毎回イッチーさんにこんなのあげましたよっていうのを連絡していたんで、まあイッチーさんも認識してみたいただいた、認識していただいたみたいで、お名前をなんと公式放送内で呼ばれたというね、あのマルベリさんではありませんみたいな感じでまあ証拠のね音声撮っていたんですが、まあその証拠音声をここに流そうかなと思ったんですけど、なんかそれいやらしいなと思ったんでやめます余談でございました。そしてこれがまあ一応なんと言いますか、情報としてはゲーム内の情報とではないんですが非常に重要だと思われるのが、2016年1月13日にですねドラゴンクエスト30周年発表会を開催ということ で星のドラゴンクエストの追加発表もということなので、次回の、まあ、公式生放送は2016年の1月の13日、ここでおそらくは上級職とか新大陸のさらなる詳細、さらにはプラスアルファの追加発表などもあるんではないかという感じでございました。まあなかなか結局このまとめにも20分ぐらいかかっちゃってますが、毎回話だけって怒られるんですけどね、なるべく短くしようとしては努力はしてるんですけどね、喋りたいこといっぱいあるんですねていうかまとまってないっていう証拠なんですけどね。まあということでございました。なんか他にもねなんか喋りいろいろ情報あったんですけどね、モガフリの件とか、あとチート放置対策してるよとかね、あと入荷日、桃屋の入荷日の、日程の調整キャンペーンとかもあるかもよとかね、あと何かあったっけか、まあ指導の追加は最初に言ったね、
まあそんな感じでございました。まあもうこれでね、実際放送見ながらニコ生の、リスナーさんたちとですね、まあ、これでモチベーションは確保できたなと、いい放送だったというふうにねみんな言ってましたよ。まあ何よりね、公式放送内で自分の名前が呼ばれたり、まあコメントを、その公式放送内のコメントでマルベリマルベリマルベリっていろんな方がおっしゃっていただいたみたいで、だいぶ皆さんに知っていただいていて光栄でございますという感じでございました。はい、なので今後もより一層今週のドラゴンクエスト楽しくなりそうなので、皆さんもぜひこの機会にまだ遊んでない方、まあもうやめちゃったって方、ぜひぜひですねまた再開してみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。